日本大学日本大学芸術学部大学院芸術学研究科日本大学芸術学部は写真、映画、美術、音楽、文芸、演劇、放送、デザインの全8学科を教育、研究する大学の学部である。また、芸術学研究科は芸術の理論及び応用を教育、研究する大学院の研究科である。略称として、 学生の間では、比例、比例と呼ばれている。美術教育において、マスコミ、放送、芸能、写真、映画に、数多くの人材を輩出している。エゴタキャンパス日本大学芸術学部は、1921年に、誕生した日本大学法文学部美学科を起源と、する。1933年に、法文学部文学科芸術学専攻及び、 専門部門科文学芸術専攻を日本大学芸術学園と称し、1939年に現在のエゴタキャンパスに移転。同キャンパスは所沢校舎と分かれていたが、2010年春に各学科の3、4年生の専門科目、実習科目の授業用校舎が新たに竣工され、2019年全学年の教育をエゴタキャンパスに戻した。エゴタ校舎には、 芸術資料館と芸術研究所が付設されている。また、芸術学部の構成施設として、暴走半島の海岸に立山セミナーハウスが設けられている。新入生歓迎行事新入生歓迎会として、上級生が毎年5月に開催されていた行事。パフォーマンスやライブ、作品の展示などが披露されていたが、2019年4月から、 全学年英語たキャンパス修学に伴い開催されなくなった。プロジェクト悲鳴、アートプロジェクトとして、総合的な文化、情報の学科横断的な研究、教育、創作活動の成果を学外との連携を図りつつ、学内外に広く発信することを掲げた芸術学部の事業で、1000人教員の指導のもと、学部生、院生が参加し演劇の上演や、 博物館の企画などが行われている。日芸祭文化の日を含む3日間に芸術学部全学科協力のもと学生を中心としたイベントとして大学祭が開催されている。エゴタカレッジトライアングル、練馬区エゴタ駅周辺の3大学と練馬区が協力し各大学学園祭時に様々な合同企画エゴタカレッジトライアングルを行っている。卒天毎年、 卒業制作として、卒業展示会が開かれている。その他日本大学の一学部ではあるが他学部との交流はほぼ皆無で、所属や出身を日大より日芸と意識している学生、卒業生が多いと言われている。2018年に発生した日本大学フェニックス反則タックル問題の、際は皆さんが日芸に入学してよかった、卒業生として、 胸を張れると思える、よう、皆さんの持てる力を全て安心して、学習に向けられる環境を整えることに、努めてまいります。日芸は、学生の皆さんを必ず守ります。日芸ブランド力を共に高めていきましょうと発信し、朝日新聞出版が運営する、アエラドットは、他の学部とは、一緒にしてほしくない、というプライドを感じさせる。日芸の思想であると評価した。 また、日本大学芸術学部は、東京語美大の一つに数えられ、多摩美術大学、武蔵野美術大学、東京造形大学、女子美術大学とともに、東京語美術大学連合卒業、修了制作展を共催している。日芸賞は2006年に創設され、著しく悲芸の名声を高め、その業績が社会に貢献し、 芸術を志す学生に夢を与える人物を受賞対象にしている。中退者も含め、かつて悲芸に在籍していたことのある人すべてを対象とし、活躍分野は問わない。候補者は、在学生、専任教職員、交友会役員の投票で選ばれ、悲芸賞選考委員会によって受賞者を選出している。受賞式は受賞翌年の芸術学部。 入学歓迎式の中で行われ、賞状と名前が刻まれたトロフィーが贈られる。ありがとうございます。